それでそっからマクロスから社会現象に、マクロスはまあ社会現象になってないんだけど、うん、ガンダムから、うん、そのヤマトガンダムって言って、はいはい、そっから社会現象になるアニメがなかったんですよ。はいはい、うん、でその間にあのムーブメントが起きてたのが、まあ、例えばマクロスだったり、はいはいはい、あと、パトレイバーかな、パトレイバーね、うんうん、とかぐらいだったんですよ。なるほど。まあ、その後にミンキーモモとか、はいはいはい、ボンクラたちがねボンクラたちね、うん、あのロリ、おーおー、ロリボンクラ、はいはい、なるほどなるほど、うん、クリーミーマミとかはいはい、はい、ありましたね、うんうんうん、あのそういうのが、まあ、軽くヒット打ったりとかして、はいはいはい、でそこで次に来たのがエヴァンゲリオン。ああ、なるほど。来た、うん、エヴァンゲリオンで、うん、でエヴァンゲリオンからまた社会現象になるようなアニメがな、まあまあないぜ、あそこから、うんうん、誰もが見てるっていう ね、うん、うん、いいんじゃないか、もう出てこないですよ、うんね、うん、もう出てこない出てこない、うん、あの鬼滅の刃ってなんだあれ、わかんない、見たことない。鬼滅は面白かったですよ。何が、いや、あれ面白かったですよ。あ、そう、でなんかうわーって熱狂するほどじゃないけど、うん、普通に、ああ吸血鬼もんだなって。あ、吸血鬼もんなんですね。あの、全く話変わるんだけど、はい、ゲームオブスローンってどうなの。あ、ゲームオブスローンはね、面白いと思う。だから、あのね、あれこそようわからん。あ、そう。あの、要は話が3つで構成されてるんですよ。うん、なんかその、国同士の争いと、うん、あと別の視点でなんかその、国が4つぐらいあるのかな。うん、それから落ちぶれた、あの、元貴族みたいなのがもう一回成り上がるぜみたいなのと、うん、とあともう一個なんか恋愛ものみたいな、こう3つが同時でガーッと流れるんですけど、うん、今どこで誰が何をやってるのかさっぱりわかんない。でもなんかめちゃくちゃ面白いんでしょ。面白いな、面白い、ね、あ、そうなんだ、うん、へー、だ見て見てってみんなに言われてる。本当ですか、うん、ゲームオブスローン、へー、で、あの、あれですね、あの、教えを見つける作品みたいな感じですよ。主人公って誰って決まってないので、この国とこの国とこの国とこの国でキャラがいてっていうあれなんで。あ、俺もうダメだわそれ。そうそう、 だからもう、うん、わけわかんない、わかんなくなるもん、うん、最初から付き合ってたら面白いってなると思うんですけど、もうね、おっさんだからね、わからないんだよ。だから、あの、天馬さんで言うんだったら、あの、魔界見に行く感じ。ああ、なるほどね、はいはいはい、みんなが主人公みたいな。ああ、だから推しを決めてそれを追っかけないとあんまり面白さない。ああ、なるほどね、うん、わかんないもん、誰か。我が輩で、ここ、まあ、コロナでね、まあ、なんかこう、なんか見ようかなと思ったんですよ。うん、で、YouTube で、こう、映画、フル、はい、FULL でこう調べたら、はいろ、はいろ出てくるじゃないですか。ドロロを見ました。ドロロ、ドロロをね、最近のやつ。最近のやつ。アニメ、アニメ。ドロロをね、あの、最初から、あの、最初は一気に見れるんですよ。7時間半ぐらいかけて。へ、うん。面白いですね、ドロロ。あ、そう。そうすると今度は手塚治虫先生の方のドロロを見たかったんですよ。はい、あ、でも手塚先生のドロロでしょ。手塚先生のやつを またリメイクしたやつ。そうそう、なるほど。そうなんですよ。百鬼丸。百鬼丸。あの、すごい面白いです。あ、そう。はい、面白いです、面白いです。ドロロ。ドロロ。ドロロ監督見たことありますよ、ね。だってもうやっぱり手塚先生のは大体読んでますよね。あ、そうか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 。うん、いや、読んでて、うんうんうん、あんまりね、お手塚治虫ってあんま面白いと思って、あ、本当ですか、うん、思ってないんで、あ、うん、でもなんかこう、人間が最初なんかパーツがないんですよ、全部ないんですね。そうそうそう、ないですよね、あれね、あの、基本的に手塚治虫先生という人は、はい、あの、今一番売れてたり褒められてるに対して対抗して作るんですよ、うんうん、はいはいはい、で、ね、ドロロはあれ鬼太郎なんですよ、意識して、はいはい、対水木しげるように作った、ね、あ、そうなんだ、うん、漫画なんですよ、あれ。だから妖怪系でしょ、あれ。妖怪系です、うん、あれ妖怪ブームになった時に、うん、俺も描けるって言って描けた、あ、で、で、あれでしょ、鬼太郎が片っぽ目玉ないんだからこっちは全部なくしてやる、あ、そういうこと、そういう人、あ、そういうことか、うん、あの、もうそういう、なんていうかな、負の感情の時の作品、はいはいはい、なるほど、なるほど、うん、だからもう、あの、水木先生は偉大だったなと、はいはいはい、うん、そう、俺すごいよ、はい、コロナ中、はい、アマビエ描いたからね、俺、あ、ありましたね、見ました見ました、あれ描いてから収束したから、ね、確かにね、そうですね、すごいタイミング的にすごいバッと落ちてきましたもんね、うん、もう確かに確かに、今度あれですか、セーラームーン描かれる、うん、セーラームーン描く、なんで、え、なんでセーラームーン描く、今流行ってんだよ、そのいろんな漫画家さんとかアニメーターの人が、はいはい、自分の、うん、
あの要は自分のタッチで、ね、タッチでね、はいはいはい、セーラームーン描くっていう、はいはいはい、同じく、はいはい、それを俺ちょっと俺も描こうかな。ああ、なるほどなるほどなるほど、あのなるほどね、商品化も考えてるそれはダメでしょなんでだって原版権はあっちにあるでしょなんでじゃねえよ。そりゃそうだな。そりゃそうだな。だって俺の画力じゃん。画力だけど。画力っていうか、あのタッチじゃん。タッチだけど、ね、だけど、キャラクター自体は向こうのものじゃん。ウサギって書かなきゃいいんじゃないか。だからそれを月のウサギ、セーラームーンじゃないんですよ。バッタモン、バッタモン。あのね、昔ね、あの、テレ朝で打ち合わせしてたのよ。はいはい、テレ朝で。ほんなら隣の、あの、営業マンみたいなのが、はい、うちのね、目がすっげえ流行っててね、って言って。アニメがすっげえ売れててね、めっちゃ俺らホクホクとか言ってたよなるほどね、なんであんなに売れんだろうって言ってたあれ笑っちゃったよ、俺も聞いて、ね、確かに言われてみりゃだからなんだろうね、本当にあのやることがないっていうのが一番、うん、まあ確かにそうですね、もうずっと寝てたから、うん、あの何エコノミー症候群みたいになっちゃう。ああそうね、まあまあまあ、うん、体動かさないとね、うん、そうそう、でいろいろその自分の好きなものを精査してね、はいはいはい、あのやるとあのプロレスはもう削ることにしました、はい、ああ 俺, 人あ、ね、俺の人生の中でもうちょくちょくちょくグレイホイス対船木でも終わってますからね俺はね、うんうん、もう完全に終わってたんだなと思った、うん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 、もう、はい、あの改めて今回で、うんうんうん、やっぱ空手だよねこれからは、うんうん、というよりも梶原一騎だななるほどね、うん、梶原一騎だよ、空手バカ一台だ、うん、あの本当にあのなんであんなに面白かったんだろうって四角いジャングルとかあの唯一だから騙されはいはいはい、はい、すごいよ四角いジャングルでさ黒崎武時、はい、先生、うん、おウィリーみたいな、はい、やれーみたいな、はい、あのウィリー虎が逃げたぞわしに虎の毛皮を送れーとか言ってウィリーのコメント最高でしたよ、はいうん、そんなの無理ですよ普通にね普通にというよりもそんなこともありましたねっていうひでえんだ今なるほど、ね、黒崎先生やばいよはい、紅雪で紅雪で紅雪でのこと大嫌い黒崎先生あそうなのかうんあそうなの黒崎先生に、うん、あの紅のああもうそいつの話はやめてくれってあそうなんですかいやいや先生って言ってもあのあもう絶対話さないしあそうなんですか、うん、なんかあったんですかうんなんかあったみたいで紅いや藤原俊夫とやらなかったのあ、はい、はい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 うん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 、あれ多分当時だったら本当武道館満員になるぐらいのカードだったんで、うん、で「紅雪で」を要はあの、まあ、盛り持ち上げる、はいはい、もうほぼ勝てなかったんだって、はいはいはい、あの藤原敏夫には「紅、うんうん、雪でそんな大したことないもん、はいはい、今見たらああまずね飛び込んでパンチしてそっからガーやるだけだから、はいはいうんね、飛び込んでケーってガーって飛び込んでってこうやるだけだから。俺でも勝てんじゃないかな。あ絶対勝てないけどね。いや、さばきがあれば。さばきと、足原先生直伝のさばきがあれば。さばきがあればね。正面からね。うんうん、知ってる？こう、1、2、3みたいな。あ、そう、これさばきがあるんですよ。こう来た時はこう、動いてたらこうっていうさばきがあるんですよ。はいはい、で、後ろに回って、後ろからガーンってやる。はい、それをみんなが汚い空手だ。なんかでもね、あの動画見てたら、なんかジーク運動に精通するもんがあるなみたいな。あのね、違うんですよ。少林寺拳法なんですよ。あ、そうなんです。なるほど。少林寺拳法にものすごい影響を受けてるんですよ。はいはいはい。うん、だから、その、要は合気道の地下、近い。だから、達人の域だから、誰でもできるっていうわけじゃないというね。まあ、それはいいんだけれども、はい、もう大っ嫌いなんですよ。へぇー。紅雪で。で、当時、その、うん、日本に来たら必ず家に電話するんだって。ママとか言って、はい。それが100万以上するんだって。当時だよ。マジですか。それはブチ切れるよ、それで、うん、あのね、まあ、ずっと投資してんのに、うんうんうん、ね、藤原敏夫とやらないって言うんだったら、うんうん、それでも全然、はい、そうなんですね。黒崎先生すごいよ。へあの人はすごい、うん、大山館長の悪口すげえそっちで、ね、そっちですごい、そっちもそっちで、そっちで、うん、あんなね、ケチなやつ知らねえとか言ってわし別に弟子じゃないけとか言ってるんですよはいはいはい、もうね、
あの今ね、うん、大山抹殺について、うん、本当にあの論文書けるぐらい資料を集めてる。なるほど。絶対なんかあの親父監督本出せばいいじゃないですか。書いて。無理無理。そうですか。うん、そんな楽しみたいもん。あ、まあ確かにね。考察、大山抹殺、考察。どれだけひどかったかって。私はあれだよって言って。君たち強くなりますよって言って。で、拳をこうバーンと当てれば、ね、みんな強くなるんですよって。お父さんお母さん大事にして、ね、そうやればいいんですよ。はあ、だからあの、大山抹殺さんのね、はい、あの話をね、もうまとめて、はい、うん。あの一回やりたい。なるほどね。うん、なるほど。あのもうプロレスラーはあんまり語る人がいない。はい、はい、ま。実はマスカラス追っかけてるんですけどね。ああ。どんだけクズだったか。どんだけクズだったかっていう。うんうんうん、あとビル・ロビンソン。ビル・ロビンソン。ビル・ロビンソンのクズさ。はいはい、あロビンソン先生もそうなんですか。ロビンソン先生はもうみんなから嫌われてます。全員から嫌われてます。猪木さんですら、うん、猪木さん、猪木ロビンソン戦でもう名勝負じゃないですか、はい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 。語るところがないって言われるぐらい。はいはいはい、本当に、うん、もうみんなに嫌われてます。ビル・ロビンソンさん。あのね、あの彼だけですね。あの誰だっけ ？UWF の。スネークピットジャパンって言ってた。はいはいはい。宮戸さん。宮戸さん、はいはい。宮戸さんだけですよ。あ本当宮戸さんとあの人だけですよ。あの現役だったら、うん、すごい強い人、レッスルワンでもむちゃくちゃ強かった人、いや次、うん、はいはいはい、あの人ぐらいですよ、うん、他は外人みんな嫌ってますよ、ね、だってあそうなんですね、弟子ですもんね、そう弟子だ、最後の弟子ね、そうそう、でもねあのカリフラワークラブとかいろいろあるじゃない、はい、もう全員嫌ってますよそうなんですね、あのあれとあの猪木さんの NWF 持ってた、はいはいはい、あのジョニーパワーズ、はいはいはい、うん、みんな嫌い、そういう嫌われてる人を追っかけたい、なるほどね、なんでクズだったのか、はいはい、それがマスカラス、確かになるほど、ね、誰かマスカラスの作ってくんないかな、ふみ斉藤さんがね結構可愛がってくれてるんですよ、はいはいはい、そうですね、いろいろいいね書いたり、はい、コメントくれたりとか、そうですね、はい、もう恐れ多いんだけど、はいはい、マスカラスやってくんないかな、あだからこうお願いして斉藤先生にお願いして二人でなんかこう寄ればいいじゃないですか、いやいや一回そのクズさ加減のね。だからね、トークショーやればいいじゃないですか。いや無理です無理です。俺が、うん、緊張しちゃって。うん。俺 ね憧れちゃうとダメなんですよ。でも斉藤先生オッケーしてくれそうじゃないですか。いやー無理ですね。多分俺が無理。マジですか。だから俺は憧れちゃうとダメなんですよ、まあ確かにね。憧れるともう投げれないんですよ。確かに昔のね WWE が WWF の時ね、うん、もうほとんど。斉藤先生ですね、そう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 、ね、うん、ね、だからあのなんだろう、プロレスの見方っていうのは教えてもらったっていう感覚があるから、うんうんうん、はいはい、もうね憧れたらボムは打てません、あなるほど、ね、そうだったもんね、だって、うん、あのライブハウスでね斉藤さん来てるっつって、ね、うん、紹介してもらって、うん、で「絶版の DVD 渡しなよ」って言って、そうそういや本当ダメなのよあの、ね、よし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 豊君、はいはいはい、もう彼の前で歌うっていうのがもうできなかったもん緊張しちゃってもう全然ダメだったもんなびっくりしたぐらい俺こんな下手じゃねえぞっていうぐらいもう無理っていう、だからあもう憧れは投げれない、ああなるほどね、ガーっていうのは無理です、はいはいはい、そのぐらい憧れてなかったらいくらでももうあの垂直で落とすけどね垂直で。あのペリゴディの本当のパワーボムですから、本当のパワーボム、本当のパワーボム、本当のパワーボムっていうのは持ち上げてそのままゴーンって落としますからね、うん、これは天竜さんのやつは、あれは正式にはパワーボムじゃないんです、はいはいはい、うん、でもペリゴディのその本格的なパワーボムをもう俺はガンガン落としてる、憧れてなかったなるほど、ドーンなるほど、受け身の取れないパイルドライバーいや、ね、めっちゃ面白いトークやってんだけどなそうですね、なんかそういうのを書いてみたら、その、なんだろう、その格闘家におけるクズとカリスマ性の関連性、うん、なんか書いてみたらいいと思う、もう文章を書く能力がないですよ、マジですか、あやっぱりね、ああいうのはずっと書き続けないとダメ、うん、ああ、まあそういうのあるんですね、うん、だからもう無理ですね、言葉が出てこないですよ、あマスカラスのクズさ加減っていうのを絶対にね、はい、追っかけたいんですよ本当にドスカラスはどうなんですか、すっごい人なの、あ逆に、うん、ドスカラスは本当にいい人らしい、うん、あそうなんですか、うん、あの常識があって、はいはい、ほんでめっちゃ強い、
マジですか、うん、だからものすごくその紳士っていうか、はい、その格闘技っていうのもちゃんと考えてて、うん、ちゃんと子供にはドスカルスジュニア、はい、ね、確かにオリンピック王者、ね、ああいうのはちゃんとその教育して教えてるらしい、うん、あ、なるほどね、うん、だからちゃんとしたその実はあのルチャリブレの、はい、そのなんてジャベってやつ、はいはいはい、あれをちゃんと教えたりとかもできて、マスカラスは違う、あ、そう、マスカラスは兄ちゃんは、うん、でそれ俺目立てんのって話なるほど ね, ね、いやもう、まあ、まあそうなんですけど、俺がヒーローじゃなきゃ絶対やんねえ、負ける嫌だよそんなのなんでいやでも鶴田にも一回鼻も足してやってくださいよって言ったら、嫌だねギャラ10倍でも嫌だねマジですか、そんな感じで、もう絶対もう寝ないって言って、あ、そうなんですか、うん、へえ、それは、ね、ものすごいわがまま、あ、そうなんですね、うん、なるほどね、なるほどね、ジョイフィスさんが生きてるうちに、はいはいはい、どれだけマスカラスが崩すかなるほど語っていただきたい、え、語っていただきたい、もう俺らのね幻想をどんどん壊してほしいよね。ああ、なるほどね。確かに。もうロビンソンが、もう猪木さんがロビンソンが全然印象残らねえって言った時のあのショック。だってあの試合から俺はプロレスを見始めたわけだから。そうですね。ね、やっぱりあれは強かったよとかね、うんうん、あれは俺の中じゃベストバウトに近いねとか言ってくれればいいんだけど、うんうん、全然覚えてねえんだよねって。みたいな。ショックだね。それね、ショックだよ。うん、でロビンソンは嫌なやつだっていうのまで言うんだよ、はい、そうですよ ね, ねえ、なんだよビル・ロビンソンって言ったらもうね、ねえねえ、すっごい憧れてましたよ、そうですね、そりゃそうですよ、人間発電所ですっけ、人間不死、人間不死、人間不死、うん、うん、それがさ、ボロクソ言われるんだもん、うん、気持ちよくてさ、あ、そうかそうか、あ、今のはブルーノ・サンマルチノでしたっけ、ブルーノサンマルチのはゲイさんでね、はい、そうですよね、ゲイでしょ、そうです、そうです、うん、あの馬場さんが好きでね、あの日本に来てたっていうなるほどなるほど、あ、そっちのつながりなの、うん、らしいよ、あ、そうなんですか、うん、もう馬場さんがもう好きで好きで、もう愛してるっていうレベルだから、あのもうすっごい忙しい中でも、うん、はいはい、両国国技館のワンマッチとかね、はいはい、ああいうの来たのはそういうこと、はい、なるほどなるほど、らしいですよ、本当、そんなにあれなのかね、何なんて本当って言った誰も知らないんですよいや本当じゃないですよ、でもその、うん、なんかそう俺は聞いたよ、うんうんうん、でもねすごいいい人だ、はい、うん、だってハンセンがね、優しそうですね、ハンセンがミスしたんですよボディスラム、はい、あれね首ユエスタンラリオットでね、あのブルーノサンマルチの首を折ったっていう、ね、はい、あ、違うんですよ、うん、あれねボディスラムの失敗なんですよ、あ、そうなんですか、ハンセンの完全な失敗なんですよ、はい、でガーンってやられて、うん、もう全員がその、うん、要はブルーノさんまで長期離脱になるわけですよ、うんうんうん、ほら全員ハンセン殺すってなったんですよそうだね、確かに、もう大変ですよね生活が、そうそうそう、ほんで殺すってなって、うん、もうどこのその要はテリトリーも、うん、もう無理だってなった時に、うん、スタン・ハンセン、うん、あれね、はい、あのブルーノさんまでちのが、うんうんうん、馬場さんを紹介した、おお、そうなんですね、うん、だから1回目は全日本ですよ、はいはいはい、来日は、はい、あれねブルーノサンマルチョなんですよ、はあ、うん、お前ハンセン一幕1回逃げろって言って、あ、はいはいはい、ほんで日本に行けって言ってルート作ってくれたのはブルーノなんですよ、あ、なるほどね、これはもう有名な話、うん、ほんでほとぼり冷めて帰ってきて、はい、全日本でもうデクノボーって言われてね、はい、全然使えねえなこいつって話になって帰ってきましたすんませんってでその時に治ったんで、はい、これをアングルにしようって言って、なるほどなるほど、うん、ほんで、はい、まあそこで星返す形にして、うんうん、それでももう下手くそだからって言われて、うんうん、干されてて新日本なんですよ、なるほど、だから新日本は猪木さんっていうすごいのがいて、はい、もうそこでもう全部教わったって感じ、うん、プロレスをね、なるほどね、うん、でも全部その道作ってくれたのはブルーノサンマルチロ、はい、すいませんサンマルチロさんって、はいはい、でも気にすんなって言って、はいはい、ね、お前は絶対将来スターがあるんだから、うん、ね、こんなんで負けんじゃねえぞって言って、はい、逆に励まされてたんですよ、なるほど、ね、こんなムチ打ち状態のうん、頑張るよ。だから多分ね女性的なんですよ感覚が。ああ、なるほど。うん、感覚が女性的だからね、うん、優しいんですよ。はいはいはい、ゲイだからね。
で子供を育てる感覚なんじゃない？え？子供を育てる感覚だと思う。うん、だと思う。あの母性本能でね。うん。でもね、ゲイなのにすごい嫌なやつがリック・マーティンね。あ、そうですね。まあもう見た目からそうじゃんね。リック・マーティン。リック・マーティンは、だからこれゲイ。俺ね、これもね、文田ヒトさんにお願いしたい。はいはい、あの、うん、レスラーゲイ列戦。はいはいはい。知りたくない？知りたいですね。でもやってくれそうですよ。いやー、文田ヒトさんがそんなんやっちゃダメでしょ。俺は全力で止めます。ダメだ。世に出しちゃダメだ。ダメでしょ。あの、なんか酒の席でちょっとっていうのは。イベント限定みたいな感じで。ジョニーパワーズね。ジョニーパワーズね。八の字固めジョニーパワーズ。はい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 、バリゲーですからね。あの、売り出してくれるのはやらし、や、あの、やられたらもうジャニーさんみたいなもんですよ。You やっちゃいなよみたいな。それはジョニーパワーズ。売り出してくれるかどうかはもうケツ出すしかない。それ確かハンセンの証言だったような気が、誰かの証言ですよ。もうね、ケツ出すしかないんだって、ジョニーパワーズに売れるって。猪木すげえなって言って、ケツ出さなくてもエルダフレフ買い取ったよ。でジョニーパワーズみんなに嫌われてるんですよ。あ、そうなんですね。うん、だからそのパワハラってやつをガンガンやってたから、なるほどね、パワハラセクハラ、セクハラでね、うん、もう嫌われてるんだって。なるほど、うん、いいよね。最高だよね、ジョニーパワーズ。で、皆さんが知ってるんだったらあれだよな、あのカンナムエクスプレス、カンナムエクスプレス、はいはい、誰だっけ、あのダグファナス、はい、ダグファナス、はいはい、そうです、ね、そうです、もうすごいんだよ、クロケットと組んでね、はい、あの完璧じゃない、あの2人歴代トップクラスのタッグチームですよ、うんうん、カンナムエクスプレスって強かったです、ね、だってカンナム対ブリティッシュブルドッグスの中、はいはいはい、超ドロバックカードですよ、うん、絶対外れないですよ、はい、ほんでそんな面白いのに、普段2人は全く口を聞かない、うん、あ、そうなんだ。あの口を聞かないどころか、うん、試合開始の控え室もバラバラです。あ、そうです、ね、あ、もう控え室もバラバラだったんですか。てかもうクロファットが一緒に見られたくねえって言って、もうずっと他の、あの控え室にいたり、はい、どっか遊びに行ったり、はい、飯食ってんだって。うんうん、で試合ですって言われたら、はーいとか言って、うん、あの花道の前に来て初めて、はい、今日初めて。そんなにやる。うん、今日初めて、うん、それも口全く聞かないで、はいはい、ほんでテーマソング流れてわーってやってイエーってやってんだけど、はいはい、口聞いてません。ほんで終わるじゃないですか、うん、パッとそのまま、あ、今日の話とかもしないで、もうそのままシャワー浴びて帰る、はい、とにかく一緒にいて一緒だと思われたくない、はい、クロファットはね、はいはい、でそのままダグアーナスは結構それショックで、はい、そのままその心が傷ついたまま後、はい、楽園ホールだったら、はい、その後に2丁目に行ったんですよ。ダグマールスしょっちゅうみんな見てたから。でもちゃんとあれなのね、連携っていうかムーブはするんだよね。だからそこはもうビジネス、うんうんうん、ビジネス、そうですね、もうあれですよ、だからあプロはもうみんなそうじゃないですか。まあそれはまあ、例えば初代タイガーマスクのね、対ダイナマイトキットあるじゃないですか、はいはい、あれは俺佐山さんに聞いたけど、うん、あの本当に当日リングに会った時に、はいはい、あ初めてトニーとなんだ、会場来た時に、はい、もう全然知らなくて、うん、あトニートなんだって話なんだ、はいはいはい、で、はいはい、ダイナマイトキッドが、うん、俺試合したことないんですけどって言って、うん、まあダイナマイトキッドだから大丈夫じゃないみたいな話で、はいはい、であのムーブだからね、はい、そうなんですね、もうあれ何の打ち合わせもなしも何もやってない、すげえ、ただそのタイガーを売り出してくれっていう、はい、だけダイナマイトキッド聞いてて、はいはい、ほんであれですよ、そうなんです、ね、全部あれに、だから佐山さん言ってたもん、はい、俺が天才なんじゃないって言った、はいはいはい、トニーが天才なんだって、はい、もう全部ついてきてくれたって、はいはいはい、マスクもあれデビュー戦出来合いなんだもんね、そう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 、ビニールで作ってくれた、はいはいはい、あのピチッとなってるんですよね、ほんであのあれなんだって、あの佐山さんも今大変だから、はい、ね、なんかね、車椅子になっちゃったらしくて、でちょっとね飯食いながら話してた時は本当、はい、面白かったのは、はい、あのタイガーマスク終わってすぐイギリスに帰ろうと思ったんだって、はいはいはい、脱いでシャワー浴びて、はい、もうすぐもう飛行機も取ってて、はい、帰らますとか言った瞬間に、はい、待てーって言われたらしい。こんなレベルで今日帰りますよって言って、タイトルマッチがあるからって、はいはい、タイトルマッチが決まってたんだって、はいはい、イギリスで、はいはいはい、でもう今日乗らないと、はい、間に合わねえからって言ったら、はい、もうキャンセル料から何から全部払ったからって言って、はい、そうなんですか、うん、えー、って言って、ちょっと勘弁してくださいよって言って、はい、向こうの方が稼げるから、いやちょっと勘弁してくれって言って、
次の週もやらされたんですよ。あ、そうなんですね、うん、ほんで次の週終わったら帰りますからって言って言ったらまた待てになって、はい、もうずっと。あ、そうなんですね。佐山さんは早く帰りたかった、うん、もうてか嫌だったんだって、うんうんうん、あもう本当にタイガーマスクが、はいはい、もう嫌で嫌でしょうがなくて、うん、で向こうの方が割り切れるじゃん、はいはい、向こうはもうショーだっていう話で、うん、確かに、うん、ほんならもうこっちだったらね、まだそのやっぱ格闘技っていうのが恥だっていうのがあって、うんうん、あれ、はいはいはい、もうそれで嫌だって。なるほどね、うん、だってあれだもんね、スペースフライングタイガードロップなんかその日にやってみっか、そうそうやってみっかみたいなノリだからその代わり梶原一騎さんは2週にわたってね、うん、スペースタイガーフライングタイガードロップを練習したと考えたと当日のね古舘一郎もね、うん、今日新人必殺技が出ます出ますとか言うけど、うん、前日まで何も考えてなかった煽りに煽ってました、ね、ってどうすっかなって言って前田さんと話してたらしいんだよ ね、 そうなんですね、どうしようアキラって、はいはいはい、でいや俺わかんないっすよって話で、はい、続転してこうあそれでいくわって言ってるほんとにビャーやったんですよ、うん、でもほんとに佐山さんが言ってたのはダイナマイトキッドが本当の点数、うん、もうどんな相手でもやれるって、はい、なるほどね、うん、そのどんな技かけても、はい、もう完璧なバンプする、はいはいはい、うん、すごいよ、うん、彼トニーはって言ってて、うん、受け身とかもすっごいうまいですもんね、うん、あでもやっぱりさ、はい、そのやりすぎで死んじゃったじゃない、うん、そうですね、あれはね、うん、もうそういうのを聞くとね、うんうん、まあ、ステロイドでかなりいっちゃってましたけどねそれに引き換えね、あのコピュラのデビュー戦のねコピュラの人はねだからあの一族おかしいんですよ、どこかあの一族、はい、うん、ジョニー・スミスでしょ、ジョニー・スミス、うん、あ頭おかしいんですよ、プランチャー避けちゃう、避けちゃうとかね、頭おかしいんですよ、ありえないよねなめ腐ってんですよやっぱり日本のプロレスを、はいはいはい、でも俺らからすると外人なんてね、うん、ショーマンだって言ってバカにしてたじゃないですか、はいはい、でもやっぱりその業界内の人らからするとやっぱり日本はローカルですよ、はいはい、うん、そうですね、うん、これはアントニオ猪木になんでこんなに花を持たせなきゃいけないのかっていうのがあったみたいな、うんうん、というのがね、はいはいはい、だからリクレアなんかよく来てくれましたよ、本当に。あ、本当ですね、あんなローカルで、うんうん、目当てって言われた